オホーツクの湧別町にある遊園地で先月、観覧車に母親と子ども合わせて3人が一時置き去りにされたことが分かりました。この遊園地は湧別町にあるファミリーアイランド U です。先月25日午後4時前、30代の母親と10歳未満の2人の娘を乗せた観覧車が高さおよそ30メートルの最上部で停止し、3人はおよそ10分にわたって置き去りにされました。湧別町によりますと、遊園地の従業員が3人が乗っていたことに気づかず、閉園の準備のために観覧車を停止させたということです。母親から電話を受けた近くにいた父親が遊園地の事務所に連絡し、3人は観覧車から救助されました。湧別町は遊園地を管理運営する会社への指導を徹底していくとしています。